ライターのサニースマイル。サニースマイルズの時間がやってまいりました。今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、メイン MC をやっております、はい、ライタースターキーと申します。すいません、歌をとちってしまいました。いや、ちょっとね、初めて、いや、本番前にトイレ行ってでさっと帰ってきてちょっと汗ばんで照明がパーって当たってるからちょっとのぼせましたね。すいません、言い訳してしまって、はい、この番組の MC をやっております。で、オフィシャルブログ Get on the right way という、ブログをやっておりますのでよかったら見てください。そして、Facebook と Twitter も連動してやっております。Facebook は本名でやっておりますので、よかったら友達申請かフォローの方よろしくお願いいたします。はい、さあ、まあ、ほっときましょう。さあ、それでは今日の出演メンバー自己紹介していただきたいと思います。では、僕の隣からどうぞ。アーティストとモデルをやっています青木ひとみです。Facebook、Twitter、メブロをやっています。本名かひとみというあだ名で検索してみてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昨日東京ドッカン土曜日ここでやった番組に、はい、昨日出てたんですよね、はい、そうですね。ドッカンは、ね、何回目出たの？2回目なんですよね。2回目、はい、地味に2回目。はい、ドカン雰囲気どうでした？違いますね。人がもう全然違うし、まあキャラクターがなんかこうさ、そう、はい、昨日たまたまちょっと家にいたんで、でひとみちゃんのブログからたまたまちょっと入ってみたんですけど、あ、というのは僕もともとドッカンのメンバーっていうか司会 MC やったことあったので、はい、金曜日時代のね、どうでもいい。でなんか、あの昨日 MC のやった人なんか鼻詰まってないか、あの人。分かる、初めてお会いしたんで、うん、どれがなんか鼻詰まってる感じでさ、はい、だだだだだだだつかざがあったなーってこんな感じの、まあ、そうでしたね。そんな感じの声だったんや。うん、いつもそうなのかな。花粉症だった。花粉症なのかな。いや、わかんないです。ちょっとよくわかりませんけどもね、はい、個性的な方でした、はい、ちょっと個性強すぎますね。うん、まあ雰囲気は良かったかなっていう感じはしますけどもね。はい、では今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では、お隣の、はい、はい、大丈夫か。はい、あ、そこ。モデルをやってます、ミネタサーラです。よろしくお願いします。アメプロ、フェイスブック、ツイッターを一応やってますけど、フェイスブックがメインなので見てください。フェイスブックがメイン。最近アメプロをちょっとサボり気味なので。サボじゃあいけないよ。いけないよ。理由があります。え、どうして？これだからです。でもフェイスブックは、ね、そうそう、頻繁にやってるので、うん、フェイスブックは結構更新されてるなって思うね。最近ちょっとお仕事お休みなので、どうですか、腕、その手の怪我はどうですか、だいぶ良くはなっているんでしょうか。うん、前に良くなったんだけど、うん、ちょっと包帯が小さくなった。そうそうそう、前に比べたら、ね、ちょっと不具合があってまた入院しなきゃいけなくなったので、あ、そう、ちょっとまたお休みします。あ、そう、で入院はいつからですか。あ、でも近々ですか。まあ、近々近々ということで、でもまあ一応番組には参加してくれたので、ね、はい、ありがたいですよね。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではお隣の、はい、どうぞ。時代劇、児童劇、そして武術で今頑張っております森優作と申します。オフィシャルサイトとあと Facebook で私のこの名前で、やってますので、もしよろしければ検索してみてください。よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、ね、森さんは、はい、あれ今日はなんか、なんかね、東京信用金庫みたいな感じ。いそうだよね。ちとした公務員かな。そうですか。そう、ピシッとした感じ。ね、ああ、そういう信用金庫に勤めてるような方に見えました。そういう役立ちができそうですね。そうですか。カチッとした。カチッとした。いいですね。ありがとうございます。いいですね。はい。そしてもう一人と行きたいんですが、いつものとかね。
どうしようか今日は。あ？あ、そう。だそうです。いや出てきてほしいか。どうする？どうする？この男はもったいぶっちゃってもなんか。もったいぶっちゃってね。なんか目立とうとしてるな。もう見え見えだよ。自分だけ遅れて、いやすいません。あのいつもの林隆二です。今日はよろしくお願いします。遅刻してしまいました。すいません。木場からぜい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 走ってきたもんですから、もう女の子に取り囲まれて、もう大変でございました。とか、なんかそんなこと言いながらね、もう考えてると思いますけどね。どんどん入りにくいなってしまう。入りにくいか。いや、入ってるよ。来なさい。隆二君、もう空いてる。空いてるから。いいですよ、ない。なんで、映像が空いてるから、そこだけ。だって紹介しなくていいの。遅れてきたのでそこまでする必要性はないので、ね、今日来ないだけで構わないですよ。いや、早く早く。いやあんまそんなことない。君の絡みをしてるだけでこれ時間食っちゃうから。早く普通に座って。お進めください。もういや。いいんで。今日はもういいんで。お進めください。いやちょっとめんどくさいから来て早く。めんどくさいな。早く。いや。そこまで俺のことをね言うんだったらいいですよ。めんどくさいならいいじゃないですか。いやそんなこと言っちゃって、ね、今日は林さんの鉄道の話を聞きたいんですけど鉄道の話が準備じゃないですか。準備が、いや準備ぐらいいいよ、座ってればいいから。これだけ出すよ。あ、来てくれた。これだけ出して責任だな。じゃあこれだけだ、はい、いや森さんが林くんみたいになっちゃう。いらっしゃるという過程で、まあ、いますので、今来ました。そうです、はい、林隆二君です。散々パラ言われてる私です。なんかすげえひどい言われようでしたけど、私です。大体こういうこと、大体君のパターンは大体読める。何回もね一緒にねやってきてるから、やってきてから、ね、じゃ自己紹介それだけで。愛情だからこれ。そうはい、もういい、もういいでしょう。じゃあ、結婚しておきましょう。では、この番組はどんな番組なのかを説明したいと思います。初めてご覧になる方もいらっしゃるかと思うので。毎月第2日曜日の16時から1時間番組で放送しております。トークバラエティではあるんですけども、さまざまなゲーム企画だったり、クイズだったり、音楽の話だったり、いろんなジャンルで、取り上げてる番組を進めていきます。で、ユーストリームの番組なので、双方向型でチャットをしながら進めていく番組ですので、ユーストリームのアカウントをお持ちの皆さん、ぜひ、我々と一緒に、チャットをしながら番組を進めていきましょう。そして、ご参加ください。で、この収録場所生放送でお届けしているんですが、青山にあります、青山スタジオ、ストラテジックタワービルの5階からお届けしております。観覧することもできますので、よろしければぜひこちらの方も、詳しくは僕のブログの中で、記載してありますのでご覧になってください。さあ、それでは、今日のメインテーマいきたいと思います。さて、今日のテーマはですね、鉄道特集ということでやっていきたいと思います。はい、今週の土曜日、14日の土曜日に、JR のダイヤ改正が行われるんですが、それにちなんで、鉄道の話を、1時間たっぷりしようではないかというわけなんですね。で、鉄道に詳しいっていう人どうですか？いや、詳しくないです。詳しくない。詳しい、全然詳しくない。好きですけどね。ちなみに林くん聞いてみようか。詳しくはないです。詳しくはない。知ってるだけです。でも全員お世話になってるから、ね、毎日乗る、ほぼ毎日乗るじゃないですか、はい、で今日はそれをちょっと深く掘り下げようかなということでやっていきたいと思います。で、まずそのダイヤ改正って言っておりますけども、まず、今回のこの14日土曜日に行われるダイヤ改正、一体何が、目玉なのか。ちょっと、こういうパンフレットを今日持ってきました。超話題になってますよね、はい、まず何といっても一番話題になっているのはこの上ですね、北陸新幹線の、開通ですね。で、これは括弧してここに長野金沢間開業と書いてありますけども、で、もともとこれはあの長野新幹線って、東京から長野行く新幹線、長野行き新幹線とも言ってましたけども、それの、
まあ、延長という形で長野から金沢の間が開業するということになりましてですね、これちょっと紹介しますね。でどういうルートをちょっと通るかというのはあんま知らないでしょう、はい、知らないです。まず開業しているのがここが東京ですね、東京駅ですね、うん、でここを出発して上野、大宮、高崎、ここまではまあ開通してます。でここから先、ここもちろん ないですけど、ここ軽井沢通って長野、ここまでは長野新幹線っていう形で開通してるんですが、今回のダイヤ改正ではこの先、この緑のこの線、この部分が新規開業します。はい、で結構駅、止まる駅多いんですよね。この例えばこの糸魚川とかこっちの富山県、富山の方を通って金沢へ行くというこのルートなんです。で東京から金沢間が最速2時間28分。今まではこの越後湯沢から在来線の特急列車に乗り換えていかないと金沢に行けなかったのが、この1本で東京からの新幹線1本で金沢まで行けてしまうというですね。1時間ぐらい短くなるんですね。短くなるんです。2時間28分。最大で83分短縮。繰り返りますね。はい。で東京富山の間でも2時間8分で行けちゃ という、これも最大でもう1時間66分ですからね、およそ1時間ですね、はい、ということなんですね、はい、これがまあメインなんですけども、でもっとすごいのがここに書いてあるこのグランクラスっていうクラス、これがすごいんですよ。まあ要するに飛行機でいうファーストクラスみたいなもんで、これは新幹線の愛称が、まあ、輝きっていうのと白鷹っていう、これは東京と金沢の間を、まあ、ここから先がこう各駅で各駅に止まるタイプですね、うん、グランクラスというのがありましてですね、このいわゆる、まあ、ファースト飛行機のファーストクラスみたいな席がこうリクライニングシート、これぐらい広い席にこうゆったりとこう座れるという、うん、まさに飛行機のファーストクラス並みの、車両ということです、ね、はい、そういうの結構ありますよね。九州でも七つ星でしたっけ。七つ星っていう、ありましたよね。豪華、ね、列車。豪華列車。豪華列車ですね。はい、というのがあって、これに、結構料金もですね、高いんですよね。グランクラス利用した場合の料金がですね、22,640円。東京から金沢。普通に行くといくら？普通に行くと18,620円ですね。はい。思ったより差がなくて。はい。でもまあね、気にする人は気にするからね。まあ一番メインはやっぱりこの新幹線の開通なんですが、まあ実はこれ以外にもまだまだダイヤ改正の目玉がありまして、今回紹介したいのはもう一つこれなんですね。常磐線なんですけども、持ってあげたいですね。はい、ちょっと持ってあげましょう。持ってきます。はい、常磐線なんですが、この特急がまず変わるというやつですね。今まで、常磐線の特急が、スーパー日立とフレッシュ日立という2つあったんですが、それが日立と常磐という2つの名前に変わります。で、特急の本数が増えます。はい。で、これに関連して、なんとここに書いてある、はい、どこですね、こっちの方ですね、上野東京ライン、これが開通しますね。はい、要するにこの、今まで常磐線はこの上野止まりだったんですが、それが東京、新橋、品川まで伸びます、はい、ですからこのいわきこの水戸とかそっちの方向からずっと品川まで行けてしまうと。それともう一つはこの高崎線、高崎から来る高崎線と宇都宮線、この宇都宮とか小山、こっちを通るこの2つの路線が上野からずっと東京を通じて東海道線に直通して熱海とか小田原とか熱海こっちの方につながるという上野東京ラインが開通するんですよ。これも14日に、これも14日です、はい、新規開通です。今までそう上野から山手線に乗り換えてっていうのが多かったんですが、その混雑がまあ緩和されるという形で、いいですね。で、
その写真ね、こんな感じなんですよ。これちょっと時刻表、東京時刻表というのを買って見てみたんですけども、これ神田の付近なんですね。ここ神田駅ね、ここは在来の山手線が通ってるんですけど、実はここの横にちょっと暗影になってますが、これ新幹線が通ってるんですよ、うん、東北新幹線とか、うん、東京からで、その新幹線の通るこの上のこの部分に在来線のこの上の東京ライン、この部分ですね、通ってるでしょ。これ試運転の時だと思うよ。これが通ると、ここを使います、はい、というわけです。はい、この上の東京ラインというのは、まあ、結構僕にとってはこの新幹線よりも大きな話題かなというのは、今まで常磐線、僕常磐線結構使うんですよ。で、上の止まりなんで、どうしても例えば上野から先行くときなんかは乗り換え、やっぱり山手線か京浜東北線に乗り換えなきゃいけないわけですよね。で、それが必要なくなるので、東京とか品川、新橋とか行けるので、乗り換えなしで行けるっていうのが非常に便利になったかなということで。つながっていくのってなんかいいですよね。つながってね。人の流れができていくっていう。ね、はい、というわけでございます。はい、それからあとダイヤ改正の、まあ、あとはまあ細かいことなんですけどもね、まあ、例えば、京王線の本数が増えるとか、武蔵野線の本数が増えるとか、南武線の本数が増えるということで、まあ、こっちに、まあ、書いてありますけどね、はい、あとこんな話聞いてませんか、あの中央線、オレンジの、はい、中央線でよく乗る人います、中央線。たまに。あの新聞で出てたんですけど、中央線にあのグリーン車が、なんか聞きました。はいはい、はい、それ聞いただけなんですけど、そうなんですね。そうで、車両も分かれるんですよ。そうです、あのグリーン車ですから、例えば、とかのでグリーン車、ちょっと写真がちょっと長いんですけども、はい、これはあのついたりとか、まあ、常磐線はすでにあるし、他のその高崎線とか東海道線とかそういうのもグリーン車はあの元々ついてるんですけども、はい、まあそれがつくっていうのと、あと停車駅が変わったりとかですね、あと、京浜東北線の停車駅、デイタイム、まあ、お 昼間、まあ、平日の10時から15時台の快速列車が、新たに神田駅に停車し、中央線との乗り換えが便利になります。また東京上野ライン開業に合わせて土日休日には御徒町にも停車しますということで、はい、だいぶ大幅に変わるということですね、うん、かなり便利になりますよね。東京とか神田とかと便利になるわけです、はい、というのが今回のダイヤ改正の見どころではあるんですけども、さあ、ここで今回はいくつかあの鉄道の話をしていくわけですけども、先ほどちょっと紹介したこれ時刻表、なんかこの今回この北陸新幹線が開業するということで、あの時刻表の売れ行き今まで減っていたんですよね、書籍が。その売り上げが今回伸びているという話で、いいですね、はい、で僕もその一冊ちょっと買ってみました。で裏にこういう上野東京ラインってもう載ってるんですよね、広告が。3月14日デビュー、ね、で時刻表の見方って皆さん使ったことはないね、使ったことありますよ、うん、はい、使ったことある、うん、さらちゃんはこういうのはないです。こういうのはない、うん、だいたい今だったらこうアプリでしょ、あとはなんかペーパーって、うん、地元の時は、うんうん、乗り換え案内とかで使っちゃいますね僕、うん、じゃあ遠くの方も聞いてみましょうか、時刻表はありますね、地元の駅にも必ずありましたんで、うん、気圧が、うん、こういう本を、こういう本のこういうのは買って使ったとか、それはないですかね。ない。うん、これね、あの僕があの実は小学校の3、4年の時に、あの鉄道、まあ、クラブ活動っていう時間があって鉄道クラブに入ってたのね。でその時に時刻表の見方とか教えてくれたんですけど、一応原則としてはどういうふうに見るかっていうと、一応ルールがあって。例えばこう細かいけど、こう路線、こう、まあ、こう路線図がありますね、うんうん、はい、筑
細かい地図がこう載ってるわけですよ、うん、これこの時刻表は東京エリア、その関東エリアの JR と私鉄、地下鉄、全線、全駅、全部載ってます、うん、はい、で例えば乗りたい、なんか路線、なんか適当に行ってみて、え、なんだ適当に、なんでもいい、東海道本線、東海道本線、それちょっとメジャーすぎるな、本当に適当え、なんだろう、メジャーすぎる、メジャーすぎる、ね、いいよ、適当になんか、自分の乗る路線とかでもいいから、よく地下鉄でも、地下鉄でもいいよ、あ、違う、あ、では、あ、地下鉄はちょっと別なんで、JR かあの私鉄でいいですよく乗るの山手線なんですよね山手線それとあんまりつまんないですよね、うん、じゃあ例えば、じゃあ京王線にしようか京王線それで京王それで結局僕が選んじゃってるいやいやいや、はい、じゃあ京王線にしましょう。じゃあ京王線ここにありますね、あの新宿から出てる。でここにちょっとカメラ注目してる、ちょっと拡大できますか、難しいから。この京王線って書いてるところに数字があるんですよ、これ分かります？この京王線って書いてあって614632って書いてあるでしょ、うん、見えます京王線614632あ、はい、ありますね、はい、この数字何だと思います？ページ？そう、当たり。あそう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 各路線にこうやってページ数が、だからこの614って書いてある614ページを開けば、614ちょっと開きますね、614からが、はい、ほら京王線、京王電鉄線、これは見れるとこういうわけですね。はい、路線図に書いてある数字は全部ページ数です。ここで見て調べることができます、まあ、ただこの時刻表に関しては、まあ、鮮明作品といってページ数がこういうふうに普通には載ってるんですけども、うん、他の時刻表、例えば JR が発行しているもの、 JTB が発行しているものにはそういうふうには書いてないものがあります、うん、そういう場合はこの路線図を見て、ましてやあれは全国版ですからね、うん、各地方もあの北北海道から南で九州まで全部網羅しているので、その場合はこういう路線図に数字がこう振られているこういうところね、これを見て、調べるとこういうわけなんです、はい、まあ、ちょっと時刻表の見方講座をやってました。これは本屋で普通に売ってるんですか？売ってます、うん、はい、本屋さんで売ってますから、うん、ぜひお買い求めの上こうパラパラめくる、やっぱり今さっきもサーラちゃんがこう携帯とかでスマホでやっちゃうけど、うん、まあ、それは便利でいいんだけども、でもこの時刻表には時刻表の良さがあって、僕は第一このペラペラめくる本とかあの新聞とかそういうものが好きなんで、うん、それとこの印刷のこの匂いがたまらなく好きなのかな、はいはい、その印刷の匂いが電子版だとそういうものできないでしょ、うんうん、でも大体調べるので外でだから、うん、持ち歩けないな、うん、好きな人はでも持ち歩くからね。へそうそう、好きな人は持ち歩く、うん、だってあのタモリさんは鉄道大好きだって有名だけども、うん、だっていいとも笑っていいともやってた時には自分の楽屋に時刻表を持ち込んでよく本番前に見てたっていう話を、してますからね。それぐらい好きですからね、うん、はい、時刻表はもう結構愛用する、鉄道マニアでは愛用する人が多いんです、うん、はい、ということで、はい、ではここからは、皆さんのですね鉄道にまつわる何か思い出話とか何か自身の話でもいいので、それをちょっとしていただきたいなと思います、はい、まあ、今回鉄道特集ということですから、さあでは思い出、森さんいかがですか？あのじゃあ、はい、ですね、まあ、思い出話じゃないんですけど、はい、鉄道ってあのすごいですよね、ずっとちゃんと残ってますよね。というのは、はい、その鉄道車両論っていうあの空気があったんですよね。あの昭和、はい、あ、敗戦後か、昭和40年代ぐらいなんですけども、航空機とか飛行機、あ、違う、自動車とかがメインになってきて、あの鉄道はもういらなくなっちゃうじゃないかって言われてた時に、うん、そういう時があったんですけど、あの新幹線が、あの国鉄の祖母さんって方が、祖母新さんって方があの提唱して、で今の東海道新幹線を作ったんですよね。あの時高度成長期で、関東とあと東海とあと大阪とあの関西とのあたりものすごく人口増えちゃって、あの行き来がすごく
スムーズじゃなくなっちゃってた時に何とかしなきゃいけないっていうんで、あの総合さんがこう提唱してで作り始めたんですけど、すんごい反対になったんですよね。あの世論は何も無駄だから作るなって言われて、でもあの何とか作っていって今ね、あの世界で最も安全なあの新幹線って言われ、鉄道って言われてますよね、うん、あの死亡事故も一回も起きてないし、ないです。で私も多分ひとみさんもよく使ってると思うんですよね、あのまだ東海に持ってたりするんで、で今度はあのリニアができて、まあ、20年ぐらいですか、30年ぐらい。リニア新幹線、うん、確かあの山梨の方から、山梨、うん、品川でしたっけ、品川だったかな、そうですね、ただ、まあ、名古屋の、うん、はい、山梨とか長野とか、ね、この間計画中でしたね。長野のおじいちゃんと話したんですけど、もうそばで今作ってんだよって話してて、多分あのね人がたくさん来るんだろうなっ て喜んでましたけど、私が死んでからだろうなとかおっしゃってて、なるほどね。鉄道ってロマンがありますよね。そうですね。建設が建設とかはそうですね。まあ結構お金もかかるけども、うん、でも出来上がった時のその。そうです、喜びというか、うん、で実際にあの便利になるし、あの、うん、人の流れもできて、あの飛行機とか車と違うんですよね、やっぱり規定の線があって、そこでこう切符買ってで行く仕事にも使うし、うん、素敵だなと思って。サーラちゃんは外国の、さっきちょっとね、本番前に外国の鉄道の話ちょこっとしたんですよ。イギリスの話、うん、よく飲んで、どうイギリスの鉄道って どんな感じ、イメージとして、僕もあることあるんだけども、うん、ただだいぶもう時間がだいぶ、ね、経ってるから、だいぶ状況も変わってきてると思うんです。佐々さん2、3年前って、2、3年前って2年前かな、うん、どうでした、どうどうでしたって、いきなりだと、うん、でもイギリスだと、ロンドンだとロンドンはもう完全に地下鉄がメインです。もともと、まあ、世界で一番最初の地下鉄はロンドンですからね。ロンドンが一番最初です。そうそう、はい、古いしちっちゃいっていう感じ。はい、で、チューブっていうニックネームが、そう、チューブ。相性がついて、TUBE ですね。そうです、チューブ。チューブになってますね。覚えてない。あんまり印象ないですね。な、印象って別に普通の地下鉄って、うん、普通の地下鉄行動の足ですか、そう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 、ただなんかその止まる前に扉が開くのがもう危ないなっていつも思ってたけど、止まる前に開くんですか、そうそう、あで結構幅がこう開いてるから、うわ、その線路とさ、あの駅のアナウンスで、うん、Mind the gap、 Mind the gap っていう言葉がよく使う、うん、あのあギャップっていうのはここのこの隙間です、うん、隙間境目、このホームと電車の境目、ここに足元気をつけてくださいっていう意味で、うん、Mind the gap っていう、そう、これあ今その時もあった今もあるんだね、うん、そういう T シャツとか売られてる、え T シャツがMind the gap、 Mind the gap だよそれは知らなかった、お土産になる、結構ロンドンでもそうで、でも日本の方も結構新幹線グッズとか鉄道グッズとか結構たくさんありますよね。駅弁とか新幹線型のお弁当、この前もまあ北陸新幹線が開業するということで、北陸新幹線型の何かあの駅弁お弁当がなんか売ってたっていうのがありましたね。はい、新幹線の、あとは何だろう。でもなんか模型とか売ってますよね、たまに新幹線の、あ新幹線乗るとなんかこう紙があってそこに売ってるよね、いろいろ紙っていうか、なんかパンフレットがあって、うん、新幹線のグッズいっぱい書いて、うんうん、キーホルダーとか、うん、あの高架とかでカメラを持って写真撮ってる人いますよね、いますね、まあ撮り鉄っていうやつですね、撮り鉄オタですね。でこの前撮り鉄で思い出したんですけども、あの京成電鉄の旧車両が、まあ、引退するっていうこと で撮り鉄があまりにも殺到したために、はい、そうそうそう、怪我人が出たという、成田駅、京成の成田駅、押すな押すな、やめろやめろ、何押してんだ、騒ぎになっちゃって、というちょっと後味も悪いっていう新聞でバーッと、ね、載ってましたね、
まあ、撮り鉄に関してもちょっとこう、なんかあまりにもマニアックな人がかなり多いかなっていう感じはしますね。最近結構問題になってますね。で結構いるんですよ、撮り鉄。普通僕が今日一昨日かな乗ろうとした電車にも、まあ、駅のその端っこの方にもうカメラも構えてた人とかいるんですよね。よっぽど好きなんでしょうかね。なんかでもいいですね、そういう楽しみってね。話聞いてると、あ、ごめんなさい、話聞いてると面白いですね、その鉄オタさんの。それだけなんですけど、すみません。鉄オタいろいろ種類があって、撮り鉄とか、あと、模型を集めるとかね。結構鉄道オタクって言ってもいろんな種類にこう分けられるんですけどね。僕はオタクまではいかないけども、なんだろうな、撮り鉄でもないし、まあ、でも撮るのは好きなんだけども。写真は撮りますか？ああ、撮ることはその入ってきたその電車の写真を撮るってことはあるし、もしくは鉄道の、先頭車両から撮った風景とか撮ったりする。たまに中央線のお茶の水から新宿のまで行く際に、お茶の水線のその先頭車両とかから撮ることがある。ちょうど総武線がこう、総武で通るところ、あれがたまらなく好きっていうのはありますよね。林さんの地元 の、 山口県、あ、山口県の鉄道ちょっと話聞きたいんだけど、山口県はどうですか？日本海側はまだ電化されてないんですよ。要するにディーゼル、ディーゼルエンジン、北海道の一部と同じですね。ですディーゼルだもんね。であと山口だと美祢線っていう路線もそうなんですけど、美祢線とか山口線で日本海側と太平洋側をつなぐルートがあってそのルートのところでは、なんていうんですか、ちょっと、無理に引っ張り出し、なんとか引っ張り出し。それで、まあそのね、路線をね、邪魔、声が通んないから、声が通んないから。こっちでしょ。いやいや、田中さんが困ってるから。そう。見てる方も困ってる。見てる方も困ってるから。大丈夫だ、僕の顔見たいと思ってないから。それでね、話戻すんですけど。視聴者さん。視聴者の皆さんもいるから。そう。海外にも発信してるから。そうだから、本当に。よろしくお願いします。日本人なら、まあいいんですけど、何の話してるんですか？山口の。その路線をね、こう通ってるわけですよ。だからそこは多分電化できないんですよ。崖の上のようなところ路線作ったりしてるので、あ、電気を引けない。危険だね、そういうところ。危険だ。だから雨が降ると絶対速度上げられない。ザラです、そういうのは。で、山陽側は電化はされてますね。山陽本線で、まあ新幹線も通ってますし、山陽新幹線、山陽新幹線通ってます。で、そう、だからディーゼルなんですけど、その代わりすっごい景色がいいので、山陰線の場合、そうですね、いわゆる偉大なるローカル線って言われる、京都から下関までずーっと日本海走ってるんで、場所にもよるのかな、電化されてないのは山口と島根の一部って言ってたかな。僕は劇団のツアーで、昔、小学生の劇団のツアーで行ったんですよ、はい、山口県とか、島根とか、でそのおっしゃったその日本海側、大変、まあ山に張り付くようなこの路線なんですよね。そう、だから山に張り付いてこう、ぐーっとこう入ってるところに止まったりとかってもあるので、じゃあ、ぐーってこうカーブになっています。なってて斜めで止まる。カーブのこの若干斜めこういう感じで止まるんだ。若干こんな斜めになったらここでドアが開く。ドアが開く。そこに駅がある。駅があるから。降りる人を怖い。いや、だからいるのはいるんですよ。あと山陰本線でもやっぱいいという駅があってですけど、飯っていう字に、井戸の井か。井戸の井。あの駅は、建物がなくて、待合室みたいなのと、あと田舎なんでワンマンって言って、もう全部運転手さんがやってるから、切符回収のボックスがあるだけとか、あと時刻表があって、なんかすっげえこれ田舎の駅、リアルにあんなここにっていうぐらいの駅なんですよ。でも地元そんな感じ、ね、駅。あと、山形の鉄道、地元。あ、でもやっぱ今は結構止まるから、雪が降っていっぱい止まっちゃうのと、あとは一車両だけとか。ああ、そうです。ザラです、ザラです。静岡県はどうですか？静岡県、そう、私話そうと思ったのが、伊豆箱根鉄道っていう、電車で、
そういう名前の割にまあ普通の電車っていうか、なんだろうな、江ノ電みたいなぐらいの発達具合は、まあ、路面電車っていうか江ノ電もいいですけどね。はい、まあ、あ、後で話しましょう。で、はい、で3両なんですよ電車。いや、3両、3両編成、ね、3両だけしかなくて、はい、まあ、1両よりは多いですけど、はい、で、三島駅から、修善寺駅まで行く縦、こう 伊豆半島を縦にこう切る、はい、三島からなんですか？そうなんです。伊東かと思った。あ、違うんですよ、ちょっと短いんですけど、うん、あれは伊東は伊東線、伊東線っていうのもあります。というのは、あの僕あの中学の時に家族であの伊豆急、下田の方に、伊豆の方に行ったことがあって、うん、はい、そこ取った覚えがありますね。違うかな。でもそれと違うかな。うんうん、そうなんです、はい。それがそう、で私の実家の最寄り駅、最寄り、うん、はい、まあ最寄りっちゃ最寄りぐらいのところの、あ、彼女三島出身なの。三島、あ、いや神奈川なんです。神奈川、あ、違ったんだ。三島かと思った。そう違う。神奈川って、あ、そういえば東海道線で神奈川駅ありますか。でも あ,、ね、あれすごい遠いんですよ、あそこ。あの縦に、うちの神奈川って縦にすごい長くて。神奈川駅はこの辺で、はい、私のいるところ住んでたところってこの辺っていう、結構距離がめちゃめちゃ距離があるんですここ、はい、でまあそれはいいとして、はい、その電車があのローカル、適度にローカルで、うん、あのおすすめです。あのあのなんだっけ、ごめんね青春っていうあのドラマ、錦戸亮さんが主演した三島を舞台にしたドラマがちょっと前にやってたんですよ、うん、それって全部三島のこのなんでしょう、高校とかを使ってロケしてたんですけど、その中でしょっちゅうその電車が出てきて、錦戸くんとかが乗ってたんですよね、その電車に。そうで、すごく味があるし、そういうピックアップもされてちょっと面白い電車っていう、うん、そうなんです。まあ今ちょっと少し触れたの江ノ電なんですけども、はいはい、僕江ノ電大好きなんですよ、うん、私も好きです。結構鉄道の間で江ノ電がすごくいいという人、うん、ちなみに江ノ電乗ったことある人、うん、手挙げて。あれ、あれ、え、2人だけ。わかんないんですけど、江ノ電、江ノ島、あ、じゃあ、じゃあご存知ない方紹介しますけど、鎌倉、神奈川県の鎌倉、うん、あの鎌倉幕府のね、あの鎌倉から藤沢までの間を走る、うん、あのこの時刻表にも多分載ってるはずなんですけども、地図が江ノ電、江ノ電、江ノ島行くときいつも乗りますけどね。行かないですか、江ノ島。あ、ありますね、江ノ島電鉄、江ノ島電鉄、略して江ノ電なんですけども、ここですね、ここの鎌倉、見えます？鎌倉ね、ここからずっとぐるぐるぐるっと回って、うん、東海道線の藤沢まで通る路面電車なんですよ、ここの、はい、っていうわけなんですけど、ここはあの例えば由比ヶ浜とか、あと、長谷っていうのがあの鎌倉の大仏さん、これは最寄り駅がこの長谷っていう駅で、ちょっと離れてるんですよ鎌倉駅から、はい、であとはあの例えば稲村ヶ崎とか、あの昔映画で二十数年前に稲村ジェーンっていう映画、ご存知ですか？ご存知？あ、知らない。名前めちゃめちゃ有名ですよ、ね、有名です、そうです、そうです、まあそれあの舞台になったのはここです、はい、こういうあの江ノ島が、あ、もういわゆる湘南海岸ですね、それがもう綺麗なんですよ、景色が、うーん、天気のいい日は、はい、もうもちろん江ノ島も通りますし、そこからこうぐるっと回って、まあ、藤沢までの間を通る、路面電車なんですよね。で4両編成だったり2両編成だったりで、駅によってはホームがあまりにも短いために、うん、こう2両編成だったら1両分しかホーム入らない、後ろの方が待ってるんですか、そう、扉が開かないから折り金台っていう扉がそうで、あの駅の中、住宅の中、垣根のところにこう止まるようなそういう駅ところもあるんですよ、じゃあ前の車両の人が降りたらまたずらしてまた降りてもらう、降りないといけないという。え、中は通れない。なんか
でも中突きって中突き突きられますけど、で前から降りる。知ってる人は多分そうするんでしょう、ね。あと路面電車ですから車が赤信号の時は止まります。はい、信号が赤の時は止まって一般道のところも通るわけですから、でものどかな風情とあと江ノ島のその綺麗な海、湘南海岸が見れるというのは一番便利なので、僕はもう大好きなローカル電車だったらこの江ノ電が一番かなと、僕はそう思いますね。はい、さあ、あと結構僕の地元の話をすると、まあ千葉県だったらそうですね、千葉県とか、まあ、茨城も結構行くことあるんですけども、この前去年の何月5月頃に鹿島神宮の方で、まあ、ライブに行ったんですけども、成田まで行って、そこから成田から乗り換えて、まあ、鹿島神宮行きっていうのがあって、それに乗るんですけども、まあローカルどころかもう小さいんですよね。駅員さんがほとんどいないの。鹿島神宮とかあと潮来とかあっちの方、駅員がいるのかなと思ったらいなくて、でスイカも普通自動改札じゃない、主要駅だったら、それがないから、すいませんって駅員さん呼んで、でスイカで機械持ってきてもらってピッてタッチするっていう、めんどくさいんだけどね。で帰りで夜4時とか5時ちょっと夕方遅い時間になると、もう駅員さんが帰っちゃっていなくなって、いわゆる乗車小さい証明書、ここの駅で乗りましたよという証明書があるんですけども、それをもらってそれで電車に乗るっていう、ああいう鹿島とか大きい駅だと思ったら結構しょぼい駅なんだよね。あ、それにはちょっとびっくりしました。なんかいいですね、和やかで。そうなんですよ、まあ、結構いろんな鉄道にはもう風情があったりとか ね、ローカル線もいいし、まあ、主要駅ターミナルなんかももちろんそれはそれでいいんですけども、こういうローカル線に乗ってなんかこう旅をするのもなかなかいいかもしれませんよね。はい、でそこで今回ですね、ちょっと鉄道に関するグッズをちょっと持ってきたんですよ。僕さっきちょっと鉄道クラブに入ってたっていう話をしたんですけども、ちょっとねちょっとこういうのがあって紹介します。これなんですけどね、これこの箱の中に入ってるんですけど、さあズバリ何でしょう。めっちゃ年季入ってますけど、はい、ちょっと箱自体も古いけど、これなんですけど、さあ何だと思います。電車についてる行き先のボード、はいはいはい、なんかこう、はい、呼び名がわかんない。他に何だと思います、林くん。わからない、わからない。普通に売ってるものですか。売ってるもの、今はどうだかわかりませんけども、はい、これはどうやって手に入れたの。これは昔神田の万世橋のところに交通博物館ってあったの、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、今はそこが、まあ、閉鎖、まあ、取り壊しになって、まあ、埼玉の大宮の方に、まあ、鉄道博物館という形でであるんですけども、その交通博物館時代に手に入れたものです。だから小学生の時だから20年前ですよ。まあ、あんま年は言うのにちょっとやっておきます。いやブログで一応年は公開してますけど、はい、釣り川、釣り川がかなと。はい、サンダちゃん何だと思う。ここに入って最初普通に模型かと思ったけど、それじゃつまんないなと思って。はい、じゃあ見せますね、はいはい、これは実はこれなんですよ。はい、出たー。ほら、さ、ひとみちゃんの言う通り、行き先の表示板なんです。これすごい、特急列車の行き先表示板の実物の4分の1にしたのがこれ。あ、じゃあ本物ではなくて、本物ではないです。レプリカなんですね。はい、レプリカです。こういうの売ってたんですね。すごい、ね、
ちょっと使ってみましょうか。これ使えるんですか。使いますよ。回すの回すがいいです。ここ取ってもらいます。あ、いいですか。ちょっと ここにね、横にちょっといいですか。取ってがってですね、この方向に回せばいいんですね。はい。いきますよ。これでこういきますと、ほら。あ、本当だ。ほら。これって実際使われてる。いや、これはその当時のものです。もう古いですね。当時使われた特急名とか行き先。あ、そのままなんですね。日立、上野、仙台、秋田。すごい。山形、懐かしいあの山本っていう山形帰れますよ。な遠いな。みなかみとかね。潮騒調子とかね。結構あちこちに行くんですね。踊り子は現在も走ってますからね。はい。みんな新幹線になっちゃってますからね。信濃は確か名古屋から長野に行く特急が昔あった、はい、覚えてますか、お兄さん。はい、なんとなく。あずさはまだありますね。松本、茅ヶ崎、富山とかね。金沢は昔この白山という特急が取ってたんですけど、上野から5時間ぐらいか4時間とか5時間ものすごい時間かかってたんですけどね。それがこう新幹線が通ることで。まあ、ありますあります。長崎。たくさんありますね。ありますよ。あ、ここまでですね。巻き終わりと。はい、ここまでですね。はい。という、こういうもの。これとね、もう一つ売ってたのが、その特急の、そのヘッドマークが、あの特急列車の、昔であるね、昔は L 特急なんて言ってたけども、そのヘッドマークにその愛称名、例えばこういう有明とか書いてあって、なんかデザインがしてあるやつ、あれをあのこういう回すこういうものもあったんですけど、親にどっちかにしなさいって言われて、じゃあこっちそれで買ったやつ、これ買ったんですよ、ね、そうですね、はい、っていう貴重なこれ多分もう今売ってないでしょうね、これ。いやー跳ね上がっちゃうんじゃないですか、売ってても。今日はちょっとお宝を持ってきました、鉄道具、まああとこの前本屋さん言ったら、こういうね、常磐線、僕よく乗るんで、常磐線のこういう懐かしい、これつい最近買ったやつ、まあ上野から土浦までの懐かしいこういう車が、写真集なんです。各駅のね、写真集が全部載ってるのか、上野から、上野駅からこんな機関車がこう通ってたとか、こういう日暮里とか全部こういうのが載ってます。はい、だから、はい、昔のこう松戸駅とか、はい、ここに乗ってるんですけどね。はい、まあなんかこう鉄道の話をすると、まあ熱中してかなり時間を割いてしまうので今日はここまでにしたいと思いますけども、はい、どうですか、やっぱり今じゃあ皆さんに聞きますけど、ちょっと乗ってみたいなとかいう列車ありますか。これ実はこういうの、この列車乗ってみたいんですよとか。青森と北海道をつなぐ列車、電車、将来的に青森と北海道、まあ、新幹線で、その北海道新幹線っていう形で。あれ今はつながってないんでしたっけ。まだです。今でも今は特急でつながってるのがありますね。東北新幹線は今新青森まで、は開通してるんですけども。そこの川崎、その新青森の方から、まあ、青函トンネルを通って、まあ、函館行く路線はありますね、その電車に乗ってみたいです、乗ってみたい、はい、というのはその辺、まずその土地行ったことないのと、あとその本土から北海道の北海道につながるこの何でしょう、感動を目で見たいっていう青函トンネルって結構長いって言われてますよね、うん、で元々駅があったの知ってる？知
ってます？どこにですか？いや、青函トンネルの中。中？林くん多分知ってると思うけど、ね、2つ駅があって吉岡海底駅と竜飛海底駅っていう2つあるんです。降りてどうするんですか？いえいえ、降りて確かに外には出られませんよ。出られないよ、海の中だからね。でも見られるんです。そうなんか博物館みたいになってて、そう見られるんですよ。この発掘とかそういう、こう、掘る人が住んでるわけじゃない、住んでるわけないじゃん、そんな海の中に。でもすごいですね、今ないんですか？今はですね、そこ閉鎖されたらしいです。はい、まあ、一応あの建物自体は、まあ、駅のホームとかはそれはまあ残っているっていうことですね。今度開通するリニア、あ、今度じゃないけどね、はい、開通するリニアのそのもう一つの新幹線も、はい、ほとんどトンネルなんですよね。トンネル、そういう駅ができるのかなっていう地下の駅とか。結構あの新幹線、東海道新幹線も結構トンネルが多いイメージありますよね。うん、東海道、静岡に近づく、静岡近づく、熱海とかね、多いですね。長野、まあ、当時まだ長野新幹線だったと、軽井沢行く時も結構トンネルが、あの高崎とその軽井沢の間は多いですね。峠の方、あの薄い峠ってあるけど、あそこをこう通るからなんでしょうけどね。はい、はい、それからどうですか、乗ってみたいなっていう電車、鉄道。寝台列車はずっと憧れだったけど、あ、今はないですか？今寝台はあの今度あのその北斗星っていうのが3月いっぱい、今月いっぱいでなくなっちゃうんですよ。結構減ってきてますよね。ただ寝台に関しては例えばそのさっき言った九州の、はい、豪華列車ですね、豪華列車とか、そういうものはあのわずかの残っているのがあるので、まあそれぐらいですかね。まあちょっとだいぶ少なくはもう新幹線がどんどんとこうできてきてるので、例えばカシオペアとか、まあ、それぐらいですかね、上の札幌の間と。あとサンライズ出雲とかサンライズ瀬戸とか、そういうあの出雲とか、あと高松ですね、そういう方面に行く列車ぐらいですね。はい、だいぶ減ってきましたね、もう新幹線が通ってきてるからね。一回ゆっくり乗ってみたい。あせかせかしてそう。でもなんか中でこうゆっくりこう遠くまで行きたいですみたいな。遠くまで。林くんはどうだい？乗ってみたいでしょ。これ乗りたいですよ。なんか青春18切符でなんかあてもなくどっか行きたいですよね。自分の最寄りの駅からいいや、もう乗り継げるだけ乗り継いでどっか行ってみようかとか、あてもなくこうなんか鈍行列車ってのが一番いいのかもしれないですけどね。ゆっくり時間に余裕があれば鈍行列車とかね、そういうの乗ると結構いいかもしれません。僕なんかやっぱりそうだな、久しぶりに乗りたいなっていうのは踊り子号。あれ未だにまだ走ってるんですよね。走ってますね。スーパービュー踊り子とか昔乗ったことあるんですよ。あの伊豆半島の景色がすごく良かったので、まあ、あと北海道の、まあ、小樽行く電車っていうのも、あれも景色がいいし、まあそんなところですかね。まあできるだけたくさん乗りたいなというのが、僕の、まあ、夢でもあるんですけどね。はい、ということで、まあ、今回は鉄道のお話をこう丸々たっぷりとさせていただきましたけど楽しんでいただけたでしょうか。また機会があったら、やってみたいというふうに思います。はい、それでは、告知の時間に参りたいと思います。はい、では準備のできた方がいきたいと思います。はい、たぶんひとみちゃんがまだまだペラペラ見がないんですか、告知。はい、じゃあ森さんから。はい、僕告知ないんですよ。自分森優作です。Facebook もやってますし、あとお知らせサイトもございますので、もしよろしければまた近いうち武術大会とかあるいは舞台のお知らせをしようと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。以上です。はい、はい、それから私も告知はないですけど、Facebook とアメブロ見てください。そこにいろいろ書いてるので、で今お休みしてますが、ちょっと手が治り次第また活動するので、そうですね、早く怪我をね治してね。はい、やっぱり包帯見るとね痛々しいよね。
可愛い包帯ですね。なんかでもちょっと飛び出てるからちょっと怖い。そう、はい、ちょっとこういうこともフェイスブックなどに書きますのでお願いします。痛いとしフェイスブックは結構書いてるんですよね、うん、更新したりして。また活動し始めて、うん、また、うん、ゆっくりでね、はい、焦ることないんで、はい、じっくり直してで、あれね、その包帯を取れるように、はい、一日も早く取れるようにね。はい、ありがとうございます、はい、それから、いやいや、はい、どうぞどうぞ、ダチョウクラブみたいになっちゃって。じゃあ私、はいどうぞ、はいどうぞ。ヘイローというバンドをやっております。で、ヘイローというバンド自主企画のランスルーナイトというイベントも始めました。両方ちょっと止まっちゃってるんですけど、あ、うんうんうん、まあまあアカウントはあるのでちょっと今後の行く末をここから見守っててください、はい、こんな感じです。はい、え、何なんか反応かもしれない。森さんどうしました。なんか時代劇風な反応です。ちょっと見てなかったから、はい、見に来てくださったんで、はい、僕も行ったし、ただ林くんは、はい、みんなそう手伝ってくれて、そうなんですよ。ありがとうございます、はい、また機会あったらね、はい、みんなで行きましょう、はいはい、これも頑張ります、はい、ちょっといろいろ進めております、はい、あ、で、あと最近レポーターの仕事をちょっといただくようになりまして、なんか Facebook とかで載ってましたね。そうです、はい、で、そろそろ動画を上げられる ことになってきてるんで、はい、その際は Facebook とかで私のアカウントで公開しますのでぜひ見てください。わかりました、うん、はい、よろしくお願いします。お願いしま す、ね、はい、じゃあ林くんもラジオの、はい、いつもなのでここ見ていただければいろいろ出てますんで、はい、よろしくお願いします、はい、あ、ラジオのあれはここに書いてます。書いてます。書いてます。ほぼラジオの仕事しか書いてないので、書いてあるやつ、あの書いてラジオで出して、はい、ラジオですいません。検索すれば出てきます。はい、言うんだったら。はい。よろしくお願いします。はい、騎馬で彼はやっておりますので。はい。またこう散々パラ言われてましたけど、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、もういいので。はい。では、MMC をやらせていただいております、ライダースターキーです。オフィシャルブログ、ゲロンダライラウェイ、こちらに活動もろもろ書いておりますので、こちらぜひご覧ください。Google か Yahoo の検索で名前で、これですね。まあ、カタカナでも多分出てくると思いますので、ご覧になってください。それから Facebook、まあ、皆さんと同じように Facebook も Twitter もやっておりますので、Facebook はちなみに本名の方でやっております。鈴木ライター、この名前でやっております。Twitter はライタースターキーでやっています。よかったら友達申請フォロー、お待ちしております。それと、この番組、ライタースターキーのサニースマイルズは毎月第2日曜日16時からの1時間番組、青山スタジオから生放送でお届けしております。で、次回が4月、もう4月だよ、早い、4月の何日かちょっと忘れてしまいましたが12だったかな、13じゃない、12は土曜のはず、土曜だった、ね、じゃあ13かな、第2日曜日、4月の第2日曜日またここでやります。で、テーマはまあ一応決まってはいるんですけども、皆さんに持ってきてもらいたいものがありまして、それは後ほどお知らせします。はい、はい、それともう一つちょっとご報告がありましてですね、まあ毎日新聞の3月4日付、朝刊ですね、はい、に、ここに毎日新聞にみんなの広場っていうコーナーがあるんですけども、ここに私の投書が載りまして、紹介されています、うんうん、もしこの新聞をお持ちの方よろしければご覧ください。はい、一応ご報告まで、道にこの付箋の貼ってあるこの部分に、まあ、一応持って本名で、まあ、ですね、うん、本名で載っております、うん、ね、うん、はい、青塚さんが書くの、はい、読んじゃった、はい、載っておりますので、はい、ということでございます。はい、では、本日もご覧いただきましてどうもありがとうございました。ではまた来月4月にお会いしましょう。では、See you next time. Bye bye. Bye bye. さよなら。